後半としてピックアップトピックとして奥行き推定と姿勢推定の最新動向についてお話しします。まず奥行き推定の最新動向についてです。まず奥行き推定とは何かという話なんですけれども、主に RGB 画像を入力として奥行き画像を、えっと、推定するというようなものになっています。奥行き画像というのは各画素の値というのが奥行き値になるような画像になっておりまして、 まあディープニューアルネットによる奥行き推定では、この奥行き画像というのを最終的に出力するというような形が一般的になっています。ビジュアルスラムの文脈はですね、えっと、マッピング時の三次元復元に代表される、まあ、非常に重要な技術になっておりまして、この右、一番右のやつが CNN スラムというような研究になっているんですけども、それというのは、これを活用した代表的な研究になっています。 これを使うことで,ですねスケールに弱い単眼部スラムのまあロバスト化だったりまあミスな形状復元に活用することができます。まあ、このように DP ニューラルネットには6域推定技術なんですけれども、まあ、主な進化の方向性として教師なしというのと,、えー、と教師ありというような、えー、と2つが挙げられます。まずは教師あり学習についてなんですけれども主にまあ対応する新規の奥行き画像との誤差を最小化するようにこの DP ニューラルネットを 学習するというような形になっているんですけれども、まあ、そのため、まあ、学習が比較的容易というような問題、えっと、利点があります。しかしながらですね、このような学習データを用意するというのは、まあ、かなり難しいため、まあ、データセットが限られてしまって、さまざまなシーンに対応可能なロバスト推定というのが、まあ、難しいというような問題点がありました。まあ、一方でですね、これ,を、えっと、これに対して、表紙なし奥域推定というのが2017年頃から、えっと、登場しました。 まこのえっと研究はですね、映像、画像のえっとカメラの映像というのだけから基本的な奥行きを学習することができるため、データの収集というのが非常に容易になってよりなります。なので、教師あり学習などで抱えていた繁華性のえっと問題というのを基本的に解決できる可能性があるというのがこの教師なし奥行き推定の研究です。しかしながら、直接奥行きを 最初化するようなロスっていうのを定起するわけではないので学習が不安定で難しくいまあ、未だにその精度を上げる研究というのが徐々に続いているような状況になっています。CBPR2027 ではですね、えっと、それぞれ各種種をそれぞれに対して、えっと、新しい試みというのが見られましたまず教師あり学習についてお話しします。 教師あり学習ではですね、d e e p n e w ネットが高精度に奥行き推定するために、まあ、パラメータ化を工夫する試みというのと、あと d e ニュ n e w ネットが不得意な面というのを理解して補う試みという2つの方向性がありました。まあ、どちらもやっぱり d e e p n e w ルネットの研究が進んで、ある程度特性が把握できるようになった現状ならではの工夫なのかなというふうに思っています。まず、パラメータ化を工夫する試みとしてはですね、まあ、このような3つの研究がありました。 一番左のアダビンズとかでは奥行き推定というのを回帰ではなく分類問題として解いていますその際には奥行きを示す瓶というものの感覚というのを主にトランスフォーマーを使って求めその瓶の中でどれに近いどれに分類されるかというような分類問題を解くことで奥行きを表現するというのがこのアダビンズです 一方、この真ん中の SMD ネットとかでは、バイモーダルミクスチャーデンシティと呼ばれる、オクルージョンをかなり鮮明に表現可能な新しい表現方法というのを導入することによって、より高精度な奥行き推定ができるというのがこの真ん中の手法です。あるいは一番右の部分では、ベイブレット変化の技術を活用して、CNN のアッ,プコンブアップコンブの部分に対して、 部分について、まあ、高周波成分だけその畳み込みを行うというような構造をとることによって最終的に得たい奥行き画像の、えっと、精度と計算量というのをうまく調節できるような DV ニューアネットの構造というのを提案したというのがこの一番右のやつです。なのでこんな形で、えっと、うまく DV ニューアルネットで推論する最終的なパラメータの部分を工夫する好みというのが、えっと、この3つとして、えっと、存在しました。 もう一つの試みとして、まあ、ディープニューラルネットが不得意な面を理解して置きお試みというのが存在しました。まあ、奥行き画像、一つ目の、えっと、レ,レズというのは、えっと、奥行き画像が、まあ、完璧に再現するように学習するディープニューラルネットではです、ねまあ、考慮する、三次元構造というのをまあ考慮するのは難しくて、まあ、うまく、えっと、求められないんですけども、まあ、それをうまく補正するような後処理というのを、えっと、導入したというのが、この一番左の研究です。あるいは このブースティングモノキュラーデプスという研究では、えっと、c n、えっとデプスを推定する c n n の、まあ、レセプティブフ,フィールドの範囲というのに着目して、そのディープニュアネットに入れる画像の解像度に、えっと、応じて、その推論結果というのは別々の特性を持つということに着目しています。なので、えっとえっと、それらの結果というのを統合するネットワークというのを、えっと、広大に置くことによって、それぞれの良いところを利用して、 高精度な奥行き推定を実現するというのが、この一番右のブースティング、モニキュラーデプスというような研究になっています。なんで、このような、えっと、そうですね。パラメーターを工夫するという試みと、ディープニューライトが不得意な面を理解し、補うというような、かなり、まあ、ディープニューライトの気持ちを理解したような研究というのが、この教師あり奥行き学士、奥行き推定の分野では、試みとして登場していました。 まあ次に、教師なし奥行き推定の方のえっと紹介をしたいと思います。まあ、そもそも教師なし奥行き推定とは何ぞやというような話なんですけれども、まあ、奥行き誌の教師ラベルをなしで奥行き誌を学習するというのがこのえっと教師なし奥行き学習です。まあ、その際にはえっと画像、画像2枚、連続する映像の中から取り出した画像2枚というのを使って、 奥行きというのと、あと相対姿勢というこの2つというのを最適化します。その際には、えっと、この2枚の画像,、えっと、画像、2枚の画像ですね、2枚の画像っていうのの1差分の縮まを合わせるように奥行きとこの相対姿勢というのを最適化するというのが、この、えっと、教師なし奥行き学習でやっているところです。まあ、ただ、えっと、動物体が、まあ、数多く存在したりだとか、 あるいはカメラの動き方によっては示唆が取れなくてそもそも学習できないシーンっていうのが、まあ、映像の中からかなり存在してしまうのでその部分をどのように取り扱うかっていうのがかなりこの研究では肝になっているそれ,それによって学習ができる学習が安定するか不安定になるかという部分が決まるっていうのが、えっと、この話になっています。 まあこのような試みは CBPR2017 の S. セヘメラーナを皮切りにまあ一大分野となって数多くの研究,研究者がまあ挑戦してさまざまな改善方法がまあ例年のように登場していました。まあ、そのせいもあってまあ最初非常に不安定でまあ一部のデータセットでしか学習ができていなかったこの教師なし送推定なんですけれども徐々,々にいろんなシーンで高精度に学習ができるように着実に進化してきているというようなえっと形になっています。 まあその中で,で、ね、CBPR2021 ではです、ね、その構造には変化が見えられたのかなというふうに、えっと、自分は印象を受けています。まあ、元の SFM ランナーではです、ねえっと、この姿勢の部分というのを、まあ、直接ディープニューアルネットで回帰するような構造をとっていたためにですね、反、ま、射、あえっと、が難しいため、まあ、学習が非常に不安定になっていました。加えてです、ねえっと、この部分で、まあ、奥行き画像とその相対姿勢というのを求めて次の画像にあの ガスをワープさせるというような話なんですけれども、その際には、基本的にこのシーンっていうのが、えっと、動物体が存在せず、もう全部性的な環境であるというような過程を置いてモデル化をしているため、基本的に動いているものがあると、その軌道差分っていうのは最小化することができませんでした。なので、そのようなものがかなり多いシーンでは学習が困難というような問題がありました。まあ、それに対してですね、今,、えっと、今年の CVPR では、まあえっと、多くで、まあ、姿勢 ここれで姿勢を求めたところからオプティカルフローに変遷するというようよな試みが見られましたオプティカルフローで直接それぞれの画素の対応関係っていうのを求め,る求めてしまえば動いているものがあってもその部分っていうのに対しとの最小化っていうのは可能になっている可能になるので比較的難しいとされていたシーンでも学習が安定してできている傾向が見えるのかなっていうふうに思っています。 まあ実際、の元の画像では先ほど述べたとおり、キキーのような車載データが基本的で、例えば n y u d e p t s のようなえっとデータとかではうまく学習ができないというようなことが述べられている研究が存在しました。まあ、しかしながら今年とかの手法では、右図のようにまあかなり一般的なシーンに対してもうまく奥行きがえっと推定できるようになっている印象を受けていまして、かなりそのえっと学習できる状況というのがかなり改善して、 程度もかなり改善しているのかななといいううふうに思っていますなんで、このように今後もですね、フローベースに置き換わって、より今後もその手法の延長像で着実に改善されていくのではないかなというふうに考えています。というのが、はい、以上が奥行き推定に関する CBPR2021 での動向でした。次にですね、姿勢推定の最新動向について述べさせていただきます。 まあ指定推定に関しては、まあえっと、スラムにおける、まあ、マップっていうのが、まあ、大規模化する話っていうのを、まあ、先ほど述べたんですけれども、まあ、同様の流れですね、えっと、グローバル衛星ヘムというような、まあ、大規模なマップについて、リアルタイムではなくオフラインにうまく実現するというような、えっと、部分で、えっと、研究が、えっと、存在しています。主にそのパイプラインとしてはですね、この一番下のような感じになってるんですけれども、まあ、画像、 えっと、入力としては画像,画像ですで。最終的に言いたいのはその画像の相対姿勢というのと、あとそれに対する復元結果というこの、えっと、部分ですで。それを求めるために、えっと、まず画像間の相対姿勢というのを求めて、えっと、求めてそれらの、えっと、相対姿勢が求められたものをエッジとしてつないだポーズグラフというのを構築します。でそのポーズグラフに対して、ポーズグラフを安定、えっと、 うまく最適化するように回転成分というのと平身成分というのを分割してそれぞれ最適化,する最適化してそれ,らそれらで最適化していく結果というのを初期値としてバンドアラジャスメントのようなストラクチャーフローモーションを回すというのがこのパイプラインになっています。これによってですね大規模であっても一貫した三次元復元が可能になっています。 まあそのパイプラインの要素として、相対、一番最初の相対姿勢推定というのと、あと回,転えっと回転だけを最適化するローテーションアベレージングというの部分が、いくつか研究が見られて、いまあ未だに熱いトピックになっているのかなというふうに思ったので、紹介させていただきたいと思います。まずえっと相対姿勢推定に関してです。 まあ主に、えっと、シブピアニ r 2021では、これはど,、えっと、どのように d e e p n e ラ r n e t を活用するのかという部分がメインのえっと話になっていました。まず一番左のですね、Fusing the Old with the New というような研究では、まあ、古典的なえっと相対指定推定の方法に対して、Uncertainty というのを d e e p n e ラ r n e t を使うことによって求めて、それに基づいて解の収束性をうまく安定化させるというのがえっと一番左の研究でした。 まあ一方、このようなえっと研究に対して、右2つの研究では、従来のえっと特徴点マッチング手法に基づくまあ相対指定推定では、うまく求めることが困難なシーンというのを適切に見極めてディープニューラルネットを活用するというようなえっと部分の研究になっています。まず真ん中のエクストリームロテーションエスティメーションという部分では、画像的に全く視野がないようなえっと画像ペアに対して、 えっと、その相対姿勢を求めるというようよな問題を解いていてますなので、えっと、従来の特徴点マッチングではマッチングが取れないので相対性を求めるのが完全に不可能というようなシーンに対してディープ n d アネットを使って例えば、えっと、日の方向だったり影の方向っていうのを適切になどのまあ微細な手がかりっていうのをうまく活用してその相対性を求めるというのがこの真ん中の研究になっています。まあ、それによってある程度正しい 素材姿勢を求められるというのがこの研究においては示されていました。また一番右のワイドベースライン・レアティブ・カメラポーズ・エスティメーションというような研究では姿勢を回帰するディープニューラーネットの構造というのを見直してです、ね、より高精度な姿勢推定を行う方法を提案しています。具体的には姿勢を求めるネットワークというのを回帰ではなく分類問題のような形のネットワーク構造に変えた上で 2、えっと、ステージの回転成分を求めた上で、平均成分を求めるというような2、えっと、段階の構成にするというのがこの主な内容です。まあ、この方法を使うことで,です、ね、同様にあの特徴点マッチングが難しい、まあ、広いベースラインの画像ペアに対しても正確に相対姿勢を求められるというふうに主張されていました。なので、このように DeepNet、まあ、を、えっと、うまく活用できるようなところで差し込んで、えっと、その精度を上げるというのが、えっと、今年の CVPR の相対姿勢推定。 の研究になっていました,またですね、もう一つのトピックであるローテーションアベレージングについても述べます。まあ、これについても盛んに研究されているトピックになっていまして、まあ、こちらはですね、ディープニューネットを活用するというよりかは、従来の手法というのを引き続き模索しているような印象になっています。まあ、基本的にローテーションアベレージングというような問題では、 えっと、カメラの、えっと、それぞれ間の相対的な回転成分っていうのが観測されている場合にそ,のそれらのつじつまを合わせるように絶対座標形での回転成分っていうのを、えっと、うまく求めるというようなものがこのローテーションアベージングという,ような問題設定になっています。なのでまず、えっと、それをそもそも求めるためのこの、まあ、ポーズグラフですかねグラフ構造になっているこのポーズグラフっていうのを適切に求めるっていう,ようなのが、まあ、初期ポーズグラフの構築っていうような研究として。 えっと、存在したりだとか、あるいはもうこの、えっと、相対性から求めるローテーションアベレージング自体,に自体の精度を改善するというような研究というのが、今年の CBPR では数多く見られました。で、このまあローテーションアベレージングという,ような問題では、えっとまあ、回転成分を最低化するというような話なんですけれども、まあ、SO3 というような。えっと 特性を持つ回転成分っていうのを最適化するというような問題では、まあ、ノーコンベックスになっていて、まあ、かなり解くのが、まあ、困難な問題になっていましてうまくこれを最適化コンベックスな形で解けるように例えば、えっと、RCD というえっと論文では相対問題をうまく定義してその相対、えっと、問題上で、えっと、解くことによってうまく最適化をするというような、えっと、アプローチなどが提案されていたりとかします。なんでその,そのような感じなのでえっと 依然としてやはり数学的に解析的な研究というのが、えー、と引き続き進んでいるような印象を受けました。というような感じで、はい、以上がまとめになります。えっとまあ、前半の動画ではビジュアルスラムの最新動向について、えっとまあ、述べたんですけれども、後半の動画ではそれに関連性の高いトピックとして、奥行き推定というのと、あと姿勢推定というの,のの最新動向についてまとめました。 d p n をまあ活用するだけでなくてですね、まあ、特に姿勢推定の文明ではまあ依然として数学的に解析する研究っていうのがまあ盛んに進められているような印象をまあ受けました、まあ、スラムの本線研究っていうのもまあ面白いんですけれども、まあ、そのようなこのようなですね要素技術についても着目することで、まあ、最先端の研究っていうのをまあスラムに取り込めるっていうの、えっと、良いのではないかなというふうに思っています ということで、えっと発表は以上になります。ご静聴ありがとうございました。